いどうもこんにちは、ニテラです。僕、毎日投稿してるんですけど、まあ、正直ね、毎日投稿って、まあ、ぶっちゃけ結構きついんですよ。ぶっちゃけきついんですけど、ただしていかなくちゃいけないっていう、なんかこう変なね、プライドじゃないですけどポリシーみたいなのが生まれてきて、まあやんなくちゃいけないっていうところで今この動画撮ってるんですけど、要はストックってあるわけですよね。動画ってストックっていうのがあるんで、要はバズらせメンバー3人なんですけど、集まれたらそりゃいい動画撮れますけど、まあ、毎回ね、僕らも仕事してるんで毎回撮れるわけじゃないとなった時に、まあ僕のね、こういうなんかちょっとしたぼやきみたいなのも、まあ、ちょこちょこ取り入れていかないと、まあ、動画的にきついんですよね。だからちょっとこうネガティブな発言しちゃってますけど、まあ行動としてはね、ポジティブにやらさせてもらってるんで、ちょっとぜひ聞いていただければと思います。で、今日語っていきたいなっていうのは、あくまで僕の持論でね、あの独断と偏見でめちゃくちゃ語ろうかなっていう思う企画にしようかなと思ってるんですけど、まあ、モテる人の特徴なんですけど、まあ、ちなみに僕はなんだろうな、めちゃめちゃ顔がブスなんですよね。顔がブスなんで、要はルックスで勝負ができないってなった時に、まあ、どうやってきたかをちょっとお伝えしていこうかなって思うんですけど、まあ僕が取った行動としては、まあ、今のね、身なりとか全部別として、まあ、とりあえず清潔感がある、これ男女ともに言えることなんですけど、まあ、こんなね、もさもさの髪が言うなみたいな感じなんですけど、清潔感は結構大事かなと個人的に思ってます。要はそのデートする時もやっぱ汚い人よりは綺麗な人がいいんで、清潔感は大事にしてもらった方がいいかなと。で、清潔感はどうやって出すかっていうと、まあ、髪が長くてもね、ちゃんとワックスセットしてガチガチに固めたりとか、あと短髪だったらね、もうそれだけで清潔感あるかなって思うんで、やっていってもらえればなと思うのと、あとやっぱ聞き上手じゃないですかね。やっぱりその女性、まあ僕男性なんでね、女性の話になっちゃって申し訳ないんですけど、やっぱり女性って話を聞いてもらいたいと思うんですよ。男子って自分の過去の武勇伝とか自慢したがる人いると思うんですけど、まあ、それをまあその女子とかにすると、まあ多分8割方惹かれるんじゃないかなと、まあ、僕に個人的にね思ってまして、でどうしたらいいかっていうと、まあ女子の話したい話を楽しく聞いてあげるっていうことが、まあ、仲良くなるコツなんじゃないかなと、僕31歳なんですけど、生きてきてちょっと思ったことでございます。で、具体的に、どうやって聞くかっていうと、まあ、ただうん聞いてればいいっていうことでもなくて、ちゃんとその話の内容を理解して、自分の意見も述べつつね、基本的に主体はあっちに話させるっていう、対比としてはもう極端な話9対1ぐらいな感じで、あっちに9喋らせて、こちらは1喋るぐらいな感じが一番いいのかな、個人的に思ってます。これあくまで僕のぼやきなんで聞き流していただきたいんですけど、ただ僕が31年間生きてきて、とそういう工夫をしていかないとね、僕は異性と付き合うことができなかったので、まあ、こういうことを積み重ねていけば、もしかしたら仲良く、異性と仲良くなれたり付き合えたりする人も出てくるんじゃないかなと思ったので、こういうね、突発的な動画を撮らさせていただいてます。で、まあ、こういうね、僕のぼやきみたいなのを小出しにね、していければと思ってるんで、毎日投稿のために僕はぼやきます。ご視聴よろしくお願いします。で、今日はこれ第1回目なんですけど、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ俺、何かこんなことしてる、ご視聴ありがとうございました。この動画をお切りいただきまして、また次の動画の投稿をお待ちくださいませ。一旦失礼いたします。いいと思います。いいと思います、これはめっちゃ。